はい、皆さんこんにちは、寺本圭介です。いつも寺本圭介応援していただきましてありがとうございます。今日は、寺本圭介、はい、このYouTube テレビのタイトルにもなっております、寺本圭介の一人にしないけど一人でライブの、一人にしないという歌、この歌でたくさんの方に可愛がっていただきまして、そして、寺本圭介という名前もたくさんのところで、広めていただいた本当に一番、最新の曲でございます。この歌の今日は歌唱指導といいますかね、ワンポイントレッスン、そして、寺本圭介が歌って、皆さんに聴いていただけたらと思います。まずはですね、今ギターバージョンも発売になっておりますけども、今日はですね、寺本です、ね、通常バージョンで、聞いていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、通常バージョンで、そして歌った後に少しワンポイントをやらせていただきます。ぜひ皆さんのカラオケ、ライフの一曲として、楽しんでいただけたらなと思います。それでは、まず寺本圭介、一人にしない通常バージョンをね、ちょっとここで聴いていただこうかなと思います。はい、ちょっと入れてみますね。はい、セルフサービスでございますので、はい一人にしないけど一人ライブですか、はい、それでは聞いてください。まずは一人にしない。痩せたね、無理してないか、振り向くあなたを思わず抱いた。二人でいれたら嬉しいと気遣う心のしさ、幸せだと幸せとはぐれずに一人にしないよ。これからける歩いて行
こうよ、ひだまりよ、ぬくもりとぬくもりとはぐれずにひとりしないよ、これからいただきまして、ものすごくたくさんの方に可愛がっていただきまして、おかげさまで有線のリクエストチャート、1位、そしてオリコンのヒットチャートも2位をいただきましてね、本当に一つの、勲章になりました。さて、この歌なんですけどね、今まで寺本圭介がずっとこう歌ってまいりました、タイプの歌といいますか、師匠小田純平さんのね、小田純平ワールドといった本当に小田純平師匠の、独特の世界をこういただいて歌わせていただいてました。でも今回ちょっとね、パターンを変えてみようかということで、もちろん、作曲は師匠小田純平さんでございます。そんな師匠のお力をお借りしまして、ユニバーサルミュージック高田ディレクターさんが今回寺本圭介の、色を少し活かしてみようと、寺本圭介色をねちょっと、強く出して、ムード歌謡といいますかね、昭和歌謡にちょっと挑戦してみようと、絶対に、今回はねそういう歌でとにかく覚えやすくて分かりやすい歌を皆さんに聴いていただこうということで、皆さんが一丸となって作ってくださった歌、おかげさまで本当に、好調でございまして、10ヶ月経ちますけども、本当にたくさんの方に歌っていただいております。はい、今日はそんな一人にしない、まず皆さんがまずこう聴いていただくというかね、歌っていただくときに僕はね必ず言われることなんですけども、あんまりこれはねステージなんかで言わないんですけど、とにかく、よく聞きますよね、歌は一生懸命歌わずに、歌は歌わずに喋るんだよとかいうことをよくお聞きすると思うんですけども、まさにねこの一人にしないという歌はそんな歌の一曲じゃないかなと思いますね。出だしから少し痩せたね、無理してないか、振り向くあなたを思わず抱いた、二人で入れたら嬉しいと気遣う心のいじらしさ、幸せと幸せとはぐれずに一人にしないよこれからは、というね、本当にあったかみのあると言いますか、男性目線からこう女性に向けて、何かが昔あったんでしょうね。でも本当にまた何かの機会でこう再会して、少し痩せたね、無理してないか、振り向くあなたを思わず抱いた、もうギュッと思わずこう抱きしめてしまったという、そういうね雰囲気を出してほしいんです。ということはここはそのまま作らずに、ムード歌謡ですからね、本当にその独特の雰囲気を作りがちです。しーこーしーとかやりたくなるんですけども、ここは淡々と本当に語りかけていくように、少し痩せたね、痩せたね、少し痩せたね、無理してないか、少し痩せたね、無理してないかって、本当に優しく普段の会話通りにやってほしいです。少し痩せたね、無理してないか、振り向くあなたを思わず抱いた、とこきます。思わず抱いた、抱きしめるんです、ギュッと引き寄せるんですよ、この気持ち、思わず抱いた、抱いた、とこね、ぐっと優しさを持って引き寄せます。だから絶対にですね、思わず抱いた、あとこうねぐーっと凄んで歌わないように、思わず抱いた、
た優しく、そして二人でいれたら嬉しいと、もう二人でいれたらそれだけで嬉しいよってこう言ってもらったんでしょうね。そしたらもうたまらないんです。昔もそうです、なんとなくこう想像できる、愛しくて仕方ないそんな女性、二人でいれたら嬉しいと気遣う心のいじらしさと、ここはねバーッと音が上がってきます。でも本当にいじらしくてどうしようもない、好きで好きでたまらない、あなたのことを好きでたまらないという気持ちをぐーっと抑えながらこう爆発していくという、ぐーっとこうにじみ出るような盛り上がり方をしてほしいんですね。いじらしさってこうね、あんまり歌い上げると嫌味になりますから、ここはにじみ出るようにいじらしさと、そしてその幸せともうはぐれないように幸せと幸せと、ここは朗読していただくときなんかでもよくそうですよね。幸せと幸せとはぐれずにとか言わないですよね。幸せと幸せともうはぐれないよって、この記憶が大事なんですけども、ここは気持ちです。もう幸せと幸せとはぐれないようにってね、気持ちが高ぶっていくところですから、ここは幸せと幸せとというね、この強弱をつけてほしいんですね、気持ちで。そしてそのままはぐれずに一人にしないよ、これからしていただきながら一緒に歌っていただけたらと思います。それでは参りましょう。一人にしない、歌唱指導編でございました。ありがとうございました。